はい、どうもなです。私はですね、今チャンギ国際空港の第3ターミナルに来ております。まあ、それで前回の動画見てくださった方はもう分かると思うんですけども、はい、このねシンガポールから世界最長路線のニューヨークまでね約18時間のフライト乗ります。いやー、めちゃめちゃやっぱり遠いっすよね。やっぱりこう成田からニューヨークまでも12時間30分ってね、時間になりますけれども、それにこうプラス6時間ぐらいしたフライトとなりまして、果たしてね私耐えれるのかっていうところもあるんですけれども、やっぱりこう普段飛行機レビューとかしていく中で世界最長のねこの路線乗ってくださいっていうね要望が非常に多かったので、私はねちょっといろいろスケジュール調整しまして、ここのシンガポールからニューヨークまでシンガポール航空ね乗ることを決意いたしました。まあ、それで、ね、それのフライトに関しては0時40分ね日付変わって出発ということで、今はねまだそんなに日も暮れてなくて18時25分でございます。だからまだ6時間前か、うん、まあかなりね余裕を持ってきたわけでございますけども、まあ夜のねフライトということもあって、もうホテルもね朝チェックアウトしたような感じなんで、特にまあすることないなみたいなねことで早めにこちらの空港に来させていただいたんですけどもね、まあ多分ねシンガポール航空の拠点となっている空港なんで、おそらく今の6時間前でもねチェックインさせていただくことはできるのかなっていうふうには思うんですけどもね、まあできればこうシャワーとかも18時間とかあるんでね、昨日からシャワーとか浴びてないんで、できれば浴びたいなというふうに思ってるんですけどもね、だから18時間のまあフライトっていうのはね果たしてどんな感じなのかっていうところをねちょっと今回ねレポートさせていただきたいと思っております。それで今回のクラスなんですけども、プレミアムエコノミーでございます。まあ、それで今回のまあ機種がねエアバス350のダッシュ900っていうねまあ機材となりまして、まあ最新鋭のまあ飛行機となります。このね飛行機の面白いところはね、エコノミークラスがね存在しないんですよ。最低でもプレミアムエコノミーというね飛行機となっております。エコノミークラスだと耐えれないっていう判断から多分ねこういった飛行機の座席にしてるんでしょうね。だからそういった特殊な仕様のファーストクラスはないんで、ビジネスとプレミアムエコノミーだけですね。そういった特殊なまあ今回ねあの飛行機に乗ってっていうことなんで、まあそういったところもねあのレビューとか、あとはこう機内食とかね足りんのとかね、あと客室乗務員とか18時間働いて大丈夫なのとかね、最後ら辺とかもう適当なんじゃないのみたいなね感じのところをねなんかあの直感的にこうレビューできればなというふうに思っております。ちなみにねこちらあの見ていただければ分かると思うんですけども、今シンガポールに関しては29度、いや暑いですね。日本はね今冬だと思うんですけどもね、今3月でございますからね、うん、もうすぐ春が来るかなってタイミングなんですけども、ニューヨークはクソ寒い、マイナス5度ということで、ね、温度差35度ということで、いやそこら辺もねちょっと心配ですね、風邪ひかないかっていうのはね。とりあえずチェックインしてみたいと思います。空港の中入ってきましたけど、相変わらずこのシンガポールのチャンギ国際空港めちゃめちゃ綺麗ですねいやここまでの空港をねこんな大規模で作れるのっていうのは本当にシンガポールぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらいね、いつも来ても驚きますね。はい、というわけでどこでチェックインできるのかな、まあ、今回一応エコノミークラスじゃなくてねあのプレミアムエコノミー、また私あのスターライスゴールドも持ってるということでね、まあ、そういったところでチェックインできると思うんですけども、全然、ね、あれですね、エコノミークラスでもすぐチェックインできそうな感じになってて、そんなに人もいないですね。シンガポール航空の、まあ、拠点となっているあの空港のターミナルになるんですけどもね、時刻表を見てるんですけどもちゃんとありますね。あそこ見えますでしょうか、シンガポール航空がねニューヨーク、あちらね正しく言うとニューアークっていうね EWR っていうねニューヨーク市外になるのかな、大きいカテゴリーで言えばニューヨークです。そちらまで飛ばしているので JFK ではございません。まあ、ここにね、まあ、SQ22 便というのでねノンストップですからね、荷物もなんかねこう忘れないようにコンタクトレンズとかね入れちゃったらわーってね飛行機の中でめちゃめちゃ後悔しそうなんで、18時間のフライトですからね。それで一応今回はだから飛行機に持ち込むのはこちらのボストンバッグ、この中にまあ着替えとか入れてね、まあ、ラウンジとかでちょっと着替えたいなというふうに思っておりまして、まああと妻がこんな感じで TWG ということでね、まああんまりちょっとねお腹空いたりなんか全然提供されてなかったら嫌なんで、まあ一応マカロンということでね、これだけはちょっとあの持ち込んで飛行機の中で食べたいなというふうには思っております。準備もバッチリできましたので、これからチェックインあのしたいなというふうに思っております。エコノミーのところも全然並んでなかったんでそこでもしてよかったんですけど、無理やりプレミアムエコノミーかつスターアライアンスゴールドの、ね、チェックインカウンターをここ見つけることができました。誰もおりません。それでスターアライアンスゴールドって、ね、普通ビジネスクラスのレーンを使わせてくれるところ多いんですけども、おシンガポール航空はプレミアムエコノミーとスターアライアンスゴールド
同格にしてるんですか。無事チケットもらうことができました。もうまさしくシンガポールからニューヨークまで SQ022 便ということでね、今回39K という、ね、座席を取って、確か後方の座席だったと思います。かなりね、うん、それでプレミアムエコノミークラスということで、エコノミーは存在しないですかね、この便に関しては。それで、はい、こんなもう本当にめちゃめちゃ広くてかっこいいチャンギ国際空港でございますけれども、まあ、まだ6時間前とかなんですけどね、チケットやっぱりちゃんともらうことができまして、まあ、これでもうラウンジとかもね入って身軽に動けますので安心しました。はい、いろいろ結構ねやっぱりこうシンガポールっていうこともあって、今回エスタで入国するわけでございますけれども、うん、いろいろ質問されて、帰りのチケットあるのとかね、やっぱりアメリカ行きは厳しいですね。特に日本でも厳しいのに、さらにねシンガポールの空港のスタッフの方がね、日本人がビザいらないというか、そういったのもあんまり詳しくはないと思うんで、まあでも今回は無事なんとかチェックインすることができて、搭乗券ももらいました。では今からねもうシンガポールを出国してみたいと思います。無事出国することができました。いやこれ本当すごいですよね、何度見てもこのルイ・ヴィトン、いやもういつ見てもかっこいいですけども、それでね出国に関しても、だから前回もお伝えしましたけれども、外国人であってももうシンガポールの場合って自動ゲートを使うことができるんですよね。いやめっちゃいいですよね。しかも今思えば市内から空港来る時もグラブっていうやつで1000円ぐらいで、まあ、来たわけでございますけども、めちゃめちゃ快適でね、それも全然ねなんか高くなく、それで全然渋滞もしてないんですよね。いやほんとシンガポールってね街づくりって天才だなって考えた人ね、いや本当にすごいなシンガポールはって思わされました。というわけで、まあここねまだ時間もあるので、こうブラブラしてラウンジとか、あとはもう買い物とかもなんかできるのであればしたいと思います。今回プレミアムはエコノミーということなので、まあ ANA のねプレミアムエコノミーとかだとラウンジ使うことはできますけども、シンガポールは調べてみたらこう使えないようですね。ということは、だからステータスを持ってなければラウンジっていうのもねプレミアムエコノミーだと利用することができないんで、結構きついですよね、ラウンジなしで18時間のフライト乗るっていうのは。だからもし乗られる方がいるのであれば、まあステータスね SFC とか取ってから乗られる方がいいかもしれないです。でもねご安心ください、今回ね別に SFC 持ってなくてもプレイオリティパスを使えるねラウンジを私はちょっと今回チョイスしようかなというふうに思っております。というのもビジネスクラスであればシンガポール航空のねビジネスクラスのラウンジでシャワーあるはずなんですけども、残念ながらねスターアライアンスゴールドを持っててもね、そのシンガポール航空のラウンジって入ることができて、クリスなんちゃらなんちゃらっていうねラウンジになってて、そこはねまあ別に簡易的ではないんですけど、シャワーがねないらしいですね、調べてみたところ。だからそれだったら、ね、プライオリティパスで入れるラウンジ、そちらをねシャワー無料で使えるっていうふうになんか情報が入ってたので、まあ、そっちの方がいいなって思って、当然シャワー浴びないと今回ちょっときついですよね。さすがにね飛行機の中にはシャワーはないと思いますので、というわけでここのね上にちょうどプライオリティパスで入れるねサッツラウンジですかね、うん、そういったところがありますので、そこにもう今から入って、まあ、準備早くしておきたいと思います。プライオリティパスで入ってきました。今はね19時28分ということで、まだ結構時間あるんですけど、でも意外となんか時間ないような気がしますね。シャワーと食事ももちろんねさせていただきたいので、はい、まあノンシュガーで、あいいっすな。まあ機内でももちろん別に LCC ではないですからね、ドリンクとかスナックとかもらえると思うんで、まあいっぱいせっかくなんで18時間あるんでコーラ10杯ぐらい飲めるんじゃないかなみたいな思ってるんですけどもね。お腹も減ってきたんで、こちらラクサっていうシンガポール料理、マレーシア料理いただきましょう。自分で作るタイプでね、でもそう茹で加減が大丈夫かなみたいな、うん、片
めが好きなんであんまり茹でなかったんですけど、逆に硬すぎないかなって心配してるんですけど、まあ、いただきます。いい感じです。うん、あ、柔らかいな。別に茹でなくても大丈夫だったんじゃないかなってぐらいの、なんかコシのなさの麺ですね。この卵もうまそう。うん、ね、シャワーにやってまいりました。こんな感じでね、まあ、あのスタッフの方に言えば、あのタオル無料で貸してくれて助かりましたね。あと歯ブラシも、これもめちゃくちゃ重要ですね。まあ多分ね、さすがにアメニティでね、歯ブラシ入ってると思うんですけどね、こんな感じのお風呂がありますので、ここで汗を流してシンガポールのね、うん、それでまあ万全な体制を整えたいと思います。シャワーね、あの浴びることができました。いや、なかなか快適でね、ここにドライヤーがあるので、これでまあ完全にね、ちょっと後で乾かそうと思うんですけども、今回はやっぱりこう長いフライトということでね、ちょっと事前に準備しまして、はい、こういったズボンを履いてます。これはね、あの日本の普通のまあお店でちょっとね、店員さんにいろいろ相談しながら買ったんですけども、まあでもなんかこうパジャマっぽいんですけど、全然外でもね普通に歩けるようななんか作りで、ちょっと考えてますみたいなことをお店の人が言ってて、まあこれすごい本当にパジャマみたいな感じなんですけども、まあこちらをねちょっと購入して、機内ではもう18時間なんでね、すごいゴムもゆったりしてめちゃめちゃ楽なんですけども、これでもうこれからはね、移動したいなっていうふうには思っております。もう準備もワンダンでございますので、ここのシャワーに関してはあれですね、まあでも ANA とか JAL とかに比べると一応タオルとかも貸してくれますけどもね、髪の毛はちょっと若干落ちてるというか、ちょっと潔癖症の人にとっては辛いかなっていうふうなところですね、うん、シャワー浴びてまたちょっと食事もいただこうかなみたいな感じで、うん、結構いろいろプライオリティパスのラウンジなんですけども、やっぱ東南アジアは豪華な食事がありますね。機内食が離陸後すぐ出るか分かんないですよね。ゼロ時なんで出ないかもしれないですね、うん、全然ね読めないんで分かんないんで本当にこんな状況でございます。今が20時39分なんで、あ、まだ結構ある3時間以上あるな、でもまあまあここにいる分には問題ないですね。飲み物も飲み放題ですし、うん、肉もあったりとか、レバーっぽくて若干臭みはありますけど、うまい。ソースがうまい。これもまた違う肉、うん、チキンですね。はい、これは焼きそば、中国の朝ごはんでありそうな感じです。この中ではスープが一番おいしいかな。で、炭酸水、もうコーラはちょっと自粛しようと思って、はい、これ予定通りシャワーもね、まあ浴びれて、まあ、歯ブラシもゲットして、自分が想定してた通りの構造ができてますね。あやおくばねビジネスクラスのアップグレードされないかなっていうふうには思ってるんですけど、一応スターアライアンスゴールド持ってますけどね。でもまあでもないですね。僕がこうスターアライアンスゴールド持つ前はなんか持ったらアップグレードとかもっとあるのかなっていうふうに思ったんですけど、意外全然ないです。だからまあね、今はもうそういうのは期待しない方がいいんでしょうね、うん、っていうのをね思ってるんで、もう期待しない風に見せて期待しつつ、でもやっぱりダメだと思います、はい、先ほどのサッツラウンジ出てきまして、またねちょっとラウンジはしごしようかなと思って、クリスフライヤーゴールドラウンジということで、スターランスゴールド持ってたらこっちのねあのラウンジ入ることができます。ここ入ったことないですね、何気に。 でもトイレとかシャワーとかないので、ちょっとそこだけ気をつけていただきたいんですけどもね、うん、ちょっとここに入ってみたいと思います。シルバークリスラウンジに来たんですけど、うん、めちゃめちゃこっちの方がやっぱプライオリティパスのラウンジがだいぶいいですね。TWG もめちゃ回ったりします。ただトイレはないので、ね、その点だけはちょっと気をつけたいと言いますか、これまであってないのかいって感じ
じなんですけど、まあ、作りの、ね、仕方ないでしょうね。シンガポール航空のロゴがついた割り箸がありました。橋もめちゃめちゃいい。ネットもねここ早かったですし、やっぱ航空会社のラウンジの方が良、かったりするのかなっていうふうに思いますね。でこんな風に美味しい小籠包も、まあ、シューマイがありまして、さっきから何気にちょこちょこ食べてるんですけど、夜にもかかわらず、でも18時間の戦いがありますからね、ちょっと、はい、一応お腹の中に詰め込んでおこうと思います。まあ、以前ビジネスクラス利用した時に、そのビジネスクラス入るんでね、シンガポール航空のラウンジも行きましたけど、まあ、まあ、あっちの方がなんか豪華、 TWG とかのお茶とかもなんかすごいね置いてたりして豪華な感じはしたんですけども、まあ、こっちも悪くはない、うん、ほぼ同じですね、うん、混雑もあっちも意外としてましたからね。というわけで今ね、あの結構いい時間になりました。もう23時37分ということで、あと1時間半ぐらいで出発となります。シンガポールは忘れてたんですけど、荷物検査まだやってないんですよね、うん、ギリギリ荷物検査がある。それがねチャンギね、あとここら辺のね、あの周辺国もそうなんですけども、うん、そうギリギリに荷物検査を行う、まあ、テロの対策とかもあるんでしょうけれども、それはちょっとね、なんか入るときに、また荷物開けるのかみたいなね感じになりますので、いつも思うんですけど、まあでも仕方ないです。というわけでここで休んで、またゲートの前に向かいたいと思います。